どうも、コウタロウです。いやー、やってきましたよ。じゃじゃ丸川。セカンド。ね。今回もうセカンドですよ。元祖じゃじゃ丸川はもうちょっと、別に折れてはないですけど、ちょっとあれっすわ。ちょっとだから、ちょっと癒しを求めてっていうかね、雰囲気を変えて、ね。皆さんもうちょっと、もうじゃじゃ丸川ええわ、みたいになってるでしょ？全然バス釣らへんやん、みたいな。だから今日はもう、だから、セカンドでね。バスを釣ろうと思います。それでは皆さん、今日のじゃじゃ丸川セカンドはどうなるんでしょうか。ここ期待ください。さあ、いい時間帯なんでね、これ日が出るいい時間帯なんで、早速釣りに行きたいと思います。いや、そういや音声ね、いろんなお声いただきまして、でね、コメント欄にも音声出てないんじゃないですかみたいな感じのコメントもいただいてて、何やろうなっていろいろ調べて、タナディに何か変えたかって言ったら、いや何も変えてないですって言って、でまた次今回上げた時も音声ないって言って、絶対何かあるからって言って、いろいろ調べよう言って、まあ一個潰してったら、タナディ変えとったよね。設定変えとったから、もうタナディが、これもう全部皆さんタナディが悪い、これは。でも本当にでもそれな、解決したから、もうこれ今回。ただまあ今まで音声、僕の声が聞こえないっていうような場合はイヤホンしてもらう、もしくは違う端末で見てもらえれば音声入って見ていただけるんで、ぜひそちらの方で視聴していただけたらなと思います。でね、もう解決してます、これ。今回聞こえるでしょ皆さんね、これもう解決してるんですけども、残念ながらですね、次に上がるの七色動画はもうちょっと撮り終わっちゃってるんで、それだけはちょっとね、同じ症状が起こってます。まあこれからはちゃんとした音声で楽しんでいただけるんで、ぜひね、チャンネル登録されたい方はチャンネル登録していただいて、音声入ったやんけ、聞こえるねっていう方はグッドボタンを押してもらってね、そういう感じで今後もコウタロウズドラマティックライフをね、応援していただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。ご迷惑おかけしました。じゃあ気を取り直して釣り行きましょうね。うわ、朝日出た、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗じゃん、最高やん。で朝一ね、116、今日はねちょっとポンド数落として14ポンドで今日は臨んでますよ。マシンガンキャスト14ポンド、これ見てるよ、バスがね、きっと。はあ、だからここはそんな通ってないから、どこで釣れるかはあんま分からないんですよね。けどだからそこがまた楽しい、だからそれこそ開拓者やで、マジで。あー、ちょっと楽しいな、マジで。こちらブッシュの中投げるのはやっぱこれね、しっかり中に投げるとかはやっぱこういうのが得意やね、ゼリーちゃんとかもね。臭いな、釣れそうやな。この竹とか攻めがいある。
沈んどる石のとこ打ってみたいと思います。釣れるんでしょうか。本日チェジェマル側超高になります。今のところ反応なし。贅沢めに引いてみたいと思います。ここら辺深いからね、こうブレイクみたいなやつってここら辺からいいっすか。もう一発いきます。出ねえな。朝のこうあの期待満々のこの胸膨らみみたいなやつはどこ行ったんでしょうか。まだ膨らんでますけど、膨らんで これぐらいになってる今もうちょっと縮んどく感じで、まだ膨らんだ状態で大丈夫です。ジェリーのジュニア、よしこの奥や行くで。ここでは出てよな。あっこでは思わん。こっちや、こんなん出てよなあ。これね、エレキ見つけます。
出た。え、何ちょっと、え、雷魚？うせやん。何何これ。あ、バスじゃねえな。うっそやん。あー、いやいや、バスじゃない、雷魚じゃ。あ、バレた。セーフ。あぶねー、やっと出たと思ったら雷魚でした。バスじゃない雷魚やね。まあ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 、まあ、って感じで複雑な心境。まあ引き続きね、ちょっと釣り頑張って、次はバスをね釣り上げるようにちょっと、もうちょっと釣り上げて。いや危なかった今マジで。出たね、ライちゃん出たね。うお、危な。あー入れすぎた。ナイスや。いやまあでも楽しかったね今日は。綺麗な朝焼けも見れたし、朝日をバックにあの鳥が飛び立つのも見れたし、まあいい一日やったんじゃないでしょうか。今からの時期はちょっとアウトドア寄りにね、こうこのシフトしていくというか、まあ、トップウォーターゲームやりつつ、ちょっと寒いからホットサンドに作るとか、あったかいねスープ作って飲むとか、まあそういうのも楽しんでいけたらなっていうシーズンに入ってきますね。まあその時期その時期にあった釣りの楽しみ方っていうのがあるんで、それを今後はまあ見せていけたらなと思います。ぜひね皆さん、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。